相模原市は、神奈川県北部に位置する市。政令指定都市である。人口は、約 72.6 万人。緑区、中央区、南区の3区で構成される。緑区 253.8km に中央区 36.8km に南区 38.2km に、相模原市は、神奈川県内では、横浜市、川崎市に次いで、第3位の人口規模を要しており、2007年3月11日の2町の編入合併により人口は70万人を超え、全国の市で第18位である。相模原市が市制施行されたのは1954年だが、第二次世界大戦後に純粋に市制施行された都市の中では最も人口が多い。2010年3月末までの政令指定都市移行と、首都圏サミットへの参加を目指していたが、2009年10月2日に、原口一博総務大臣が必要な作業に入るよう、指示し、その後、10月23日の閣議で、相模原市を2010年4月1日をもって、政令指定都市に昇格させることが決定された。非道府県庁所在地では5番目の人口、戦後に、市制施行された都市では、初の政令指定都市の誕生となり、2009年4月1日に移行した岡山市に次ぐ19番目の政令指定都市へ移行した。これにより、神奈川県は全国で唯一の3つの政令指定都市を持つ都道府県となる。2021年時点の人口は鳥取県、島根県、高知県、徳島県を上回る72万人。1930年代以降に陸軍の施設や士官学校などが地価が安く広大な土地が確保できる相模原市に移転してきたことから太平洋戦争にかけて軍都として発展してきた。戦後は陸軍の施設は相模総合補給廠などの在日アメリカ軍の施設に転換され今なお残っている。そのうち一部は返還され公園や学校、JAXA 相模原キャンパスなどに再開発された。また、戦後は内陸工業都市や東京都心からの近さから、東京のベッドタウン、住宅都市としての性格も持っている。経済面や鉄道、道路などの地理上、県内他市よりも東京都、特に町田市や八王子市など、多摩地域とのつながりが強い。また、首都圏南西部の核として国から位置づけられている。市では、首都圏南西部をリードする、広域交流拠点都市となるべく、相模原駅北部の相模総合補給廠の一部返還地域に、相模原新都心の形成を目指している。しかし、東京の副都心がある、新宿駅まで電車で35〜40分程度であり、産業構造の転換により、市内の大型工場の撤退が相次いだことで、東京のベッドタウン、衛星都市としての面が一層強まっており、政令指定都市の中では、業務機能の集中は弱いのが現状である。2015年における、東京都への通勤、通学者の割合は 24.6% であり、いわゆる、神奈川都民が多い。昼夜間人口比率は88と、政令指定都市でありながら、東京のベッドタウンとしての側面が強いため、100を下回っている。業務機能の集積が弱いため、中心市街地方で都市核が複数認められている都市である。橋本、相模大野はそれぞれ市の北部、南部の商業、交通の拠点地域としての性格を持つ。当市以外で複数の都市核が認められているのは、静岡市、福岡県北九州市、熊本市の3市のみである。また、旧市域は、おおむね3地区に分けられている。旧津久井郡編入前の市域のランドサット、衛星写真2006年3月の合併以前の旧、相模原市域は、隣接する東京都町田市との経済的、地理的、文化的関わりが深く、共に、業務各都市に一つの都市として指定されていた。近年、東京都の新宿駅へ、旧市域南部の相模大野駅から30分ほど、旧市域北部の橋本駅から40分ほどで、行けるその交通の利便性から、東京のベッドタウンとして人口が増加している。2015年度の東京都へ通勤、通学する15歳以上就業者、通学者の割合は 24.6% であり、いわゆる神奈川都民が多い。市内には、相模原公園、相模原浅溝公園や、相模原北公園をはじめとした大規模な公園が点在していることや、比較的自然と触れ合える環境が近いことなどから、若年世帯を中心とした人口の流入が続いている。市内に大学が多いことや、周辺都市の大学も相模原市内の駅を最寄りとする場合が多く、さらに多数の大学を抱える東京都八王子市への交通が便利なため、学生の街としての顔も併せ持つ。また、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、相模原キャンパスがあり、日本の宇宙科学の研究拠点として知られる。編入した旧津久井郡4町のうち、旧城山町と旧津久井町は、橋本駅を最寄り駅として利用しており、国道413号や路線バスを介して、合併以前の相模原市域との結びつきが強いのに、対し、旧相模湖町と旧藤野町は、相模原市中心部よりも、JR 中央本線や国道20号を介して、隣接する八王子市や上野原市との結びつきの方が強い。相模川左岸の相模原台地上に位置する平坦な、東部、旧相模原市域と、南の丹沢山地と北の高尾山。陣馬山などの間に広がる山地を相模川などが刻み、貸段丘上にわずかな平坦面が散在する西部、津久井地域とに分けることができる。人口は東部に集中している。ただし、津久井地域のうち旧城山町東部は地形的に連続する旧相模原市域と合わせて相模原台地の一部として理解するのが適当である。直下には、伊勢原断層が所在している。新昭和峡付近から望む相模原台地、相模屋台地とも呼ばれる。相模川が作った、扇状地が隆起して形成された、鉱石台地である。西側の相模川に沿って、気候変動や海水面の変化によって形成された、貸段丘が発達している。大きく3段に分けられる、段丘面のうちでは、上段が最も広く、旧市域の半分以上を占め、旧城山町東部の大半もこの段丘面上に広がる。緑区川尻の川尻八幡宮付近の標高約180メートルを最高点に南東へ向かって徐々に高度を下げ、緑区橋本六丁目の神明大神宮付近で約140メートル、南区東大沼2丁目の大沼神社付近で約100メートル、南区愛南3丁目の東海大学附属相模高等学校付近で約85メートルとなり、南の大和市や座間市に続く。段丘面上は平坦ではあるが水に乏しく、利用が進まずに原野が広がっていた。相模原、または相模屋とは、主にこの原野について呼んだものである。江戸時代以降に行われた新田開発によって、畑と雑木林の広がる景観となった。日中戦争下、1930年代に新興工業都市の政策により、軍事施設が相次いで進出し、北部では、軍都計画と呼ばれる大規模な都市計画に基づく土地区画整理事業が、当時の内務省神奈川都市計画地方委員会によって行われた。1945年の敗戦によって、都市建設は中断したが、戦後しばらく経ってから、区画整理事業は再開し、完成した。そして1960年代以降急速な都市化が進行した。現在では、旧軍都計画区域を中心とする、北半部及び南東部の小田急線沿線は、ほぼ完全に市街化しているが、南区浅溝台、新磯の地区には農地が広がっている。なお、旧軍施設の中には、戦後、米軍に接収されたものも多く、現在も返還されていない区域が、旧相模原市域の面積の約 5% を占める。緑区久保沢から下久沢、中央区上溝を経て、南区上溝まで上段と中段の境をなす。段丘崖は横山と呼ばれる。崖とも呼ばれる段丘崖の湧水を水源に鳩川、バー川、道穂川が段丘崖に並行して南東へ流れるが、これはかつて相模川がこの堆積面上を流れていた時の流路跡であると考えられている。下段は三段の中では最も面積が狭く、主に中央区田名地区内の一部を占める。これらの段丘面のもとに、現在の相模川による中石低地が形成されているが、田名よりも上流側では幅が狭く、川が南へ向きを変える、南区當間から磯部よりも下流側でようやく広がりを見せる。田名の大内河原や當間、磯部地区が当市域内では数少ない水田地帯となっている一方、上流側の小倉橋、大島河原から水郷田名にかけての区域は、大正期から風光明媚な景勝地として知られている。当市域の北から東にかけて、東京都町田市との境界となっている境川は、多摩丘陵を刻む、小河谷である、谷戸や、鳩川などと同じく刷毛の湧水を水源としているが、これも元の相模川の流路であったと考えられている。以前は激しく蛇行していたために、わずかの大雨ですぐに洪水を起こす川だった。そのために戦後徐々に河川改修が進められて、橋本付近より下流では川幅が広げられて、流路も直線化された。しかし蛇行していた旧流路によって定められていた都県境の変更は、特に町田市との間でほとんど進まず、相互に川向こうの飛び地を多く抱えている。山地河川湖沼台地緑区川尻より望む丹沢山地の山並相模川上流に位置する相模湖。1947年に完成し、戦後にできたダム湖としては日本初である。宮ヶ瀬ダム建設に伴って形成された宮ヶ瀬湖。周囲の景観の調和、歴史的価値などの観点から評価され、ダム湖百選に認定されている。緑区の中、西部で、区全体の面積の9割以上を占める津久井地域は、相模原台地の北西端に位置する旧城山町東部を除くと、ほぼ全域を、南の丹沢山地や北の秩父山地に連なる山地が、占め、両山地の境界をなす相模川と、道志川をはじめとするその支流沿いに貸し段丘が、散在するのみの平地の少ない地域である。道志川の南側、旧津久井町南西部の青根、青野原、鳥谷地区は、丹沢山地の北部によって占められ、大室山から、同山地最高峰の蛭ヶ岳を経て、丹沢山に連なる、主稜線で、南の足柄上郡山北町と境を接する。また、朱脈と呼ばれる蛭ヶ岳から焼山へ至る稜線は、北西側の道志川流域と、南東側の中津川支流の隼人川流域を分ける、尾根となっている。標高は低いながらも険しい壮年期の山地であり、平坦地は、道志川南岸の高位に散在する狭小な、貸段丘と、櫛川上流にわずかに伸びる、谷底平野が分布するのみである。前者の貸段丘群を貫通する国道413号に、沿って、青根、青野原の集落が、後者の谷底平野に、鳥屋の集落と、わずかな高地が分布する外は山林に覆われている。深い谷をうがち谷底平野をほとんど持たない、道志川の北側では、石楼山、石砂山を経て、山梨県上野原市と、道志村の境をなす尾根筋が大きく道志川の側に、偏って伸び、北の相模川の河谷へ向かって徐々に、高度を下げる丘陵によって占められる。なお、山梨県側とは、道志川に架かる両国橋を通じて繋がっている。旧藤野町南部の牧野地区の集落は主に、この丘陵地の緩斜面に散在する。西に隣接する上野原市秋山地区からは、秋山川が流入し、肥連大橋付近で相模川に合流する。一方、相模川の北側では、和田峠、陣馬山、影信山、小仏峠、城山、大垂水峠と連なる尾根筋によって、北の東京都八王子市及び檜原村と境を接し、西隣の山梨県との境界をなして南流する、境川と東側の沢井川の作る河谷に、旧富士野町北部の佐野川、沢井の集落が分布する。これらの山地の間を東西に貫流するのが、相模川である。一般に、山梨県内では、桂川と呼ばれ、神奈川県に入って、相模川と呼ばれるようになるとされているが、旧相模湖町では、北岸の寄せ、小原両地区を合わせて、桂北地区と呼んだり、さらに下流側の千木両、若柳地区間に架かる橋を、桂橋と呼んでいる例も見られる。上流の上野原市と接する、小淵、名倉から、下流側の中沢、城山、谷ヶ原にかけて、相模川の両岸には、相模原台地と、同時期に形成された、数段の河岸段丘が発達している。この平坦面を連ねて、甲州街道、JR 中央本線、中央自動車道が通過し、東京と甲信地方を結ぶ重要な交通路となっている。旧津久井町北東部では、相模川南岸に比較的面積の広い段丘面が広がり、この段丘上に位置する中野地区は、津久井地域の主有として、行政の中心となっている。焼山から道志川、相模川と櫛川に挟まれて伸びる尾根筋の末端の白山は相模川を隔てて相模国中央部の広大な平坦地を見下ろす要害の地に位置し、鎌倉時代に三浦氏士族の津久井氏によって築城されたことからこの名があるとされている。段丘上の平坦地に対して相模川の谷底の平坦地の発達は悪い。この地形を利用して1947年に相模ダムが、また1965年には城山ダムが建設され、それぞれのダムによる人造湖として相模湖及び津久井湖が形成された。道志川には1955年に道志ダムが建設され、また2000年に完成した中津川の宮ヶ瀬ダムのダム湖の一部は津久井町にかかっている。これらのダム湖、及び川尻地区北部の谷戸の奥に本沢ダムを築いて、津久井湖から汲み上げた水を貯めて作られた、城山湖との間は導水路で結ばれ、一体的な水資源管理が行われている。行政区西から、緑区、中央区、南区。すべて2007年1月1日時点相模国の北部に位置し、旧相模原市域は、高座郡に属した。津久井地域の大部分は中世まで愛好郡に属し、奥美穂と呼ばれていたが、江戸時代には同郡から分離して津久井県と称し、明治3年に津久井郡と改称された。千市相模川沿いの段丘上には、古くからの人々の生活の痕跡が認められるが、市域でも後期旧石器時代末の建物跡とされる棚、向原遺跡や、縄文時代中期の大規模集落跡である、勝坂遺跡や川尻石器時代遺跡、素原市石器時代遺跡が分布する。平安時代文献資料においては、平安時代中期に編纂された和名類受賞で、相模国高座郡に設置されたと記載されている13、京一駅のうち、塩田郷が、旧市域内に位置していると否定されている。現在、旧市域南西部の棚地区内の集落名、塩田が古代の豪名を継承するものであると考えられている。鎌倉時代、平安時代後期から鎌倉時代にかけて、市域は武蔵国多摩郡に成立した横山荘を本拠に、武蔵国西南部から相模国北部にかけて割拠した同族的武士団である横山党の勢力下にあり、同武士団の中には、相原、小山、矢部、棚など、旧市域北部の地名に由来する名字が見られる。また、旧市域南部は、高座郡渋谷荘を本拠とする渋谷市の勢力下にあった。鎌倉時代後期には、当麻に自宗教団の道場である無量光寺が開かれた。室町時代には、上杉氏の支配下にあった。戦国時代には、北条氏の支配下にあった。江戸時代初期の寛永10年には、旧市域西部の相模川沿いの村が、武蔵忍藩の飛び地領とされ、残りの村は、幕府直轄領、または、旗本の支配地とされたが、時代が下るにつれて支配が細分化されて、非常に錯綜したものになっていった。旗本領とされた村の多くは2以上が支配する、階級とされ、幕府あるいは藩との階級とされる村もあった。幕末の段階で一藩単独の支配となっていたのは、旧市域では、下野烏山藩領の上矢部村、大島村、棚村の3村のみである。また、西米新田が、幕府単独の上久沢村が、旗本佐野家のみの支配を受けていた。慶応3年10月14日の大政奉還時点での旧市域各村の支配は以下の通りである。これらのうち、幕府領及び旗本領は、慶応4年、明治元年6月17日に神奈川府が設置されると、その管轄となった。また、明治4年7月14日の廃藩置県によって、烏山藩領は、烏山県、荻野山中藩領は、荻野山中県の管轄となったが、同年11月の府県再編によって、神奈川県に編入された。原野の広がった、大地上段の開発は17世紀半ば、以降、境川沿いの村を、親村とする、新田開発によって始まった。最も代表的なものが、小山村の豪農である。原清兵衛によって、天保14年に着手され、安政3年までに49名が入植して200ヘクタール余りが開拓された、清兵衛新田である。他に、矢部新田、淵野辺新田、大沼新田、溝境新田が開かれた。水が乏しいために、これらの新田は、水田ではなく、畑地としての開拓であり、新田集落の周りには、新炭供給のための雑木林が作られた。相模原に広がる雑木林は、こうして植林された人工林である。台地上の開拓は、明治以降も進められた。この時期の開拓地は、新開と呼ばれ、橋本新開、下溝新開、谷口新開、篠原新開、中村新開、中和田新開がこれにあたる。また、戦後も日本国外からの引き上げ者や機能者、戦災者などを入植者として受け入れて、旧軍用地の浅溝台や新磯野を中心に開拓が行われた。新田のうち、清兵衛新田と矢部新田の地名は合併後も大技として残された。矢部新田は住居表示の対象区域とならなかった、米軍相模総合補給省内に現存する。清兵衛新田は1974年に最後まで残った区域に住居表示が実施されて消滅するが、新町名である、清新はこれに由来するものである。明治時代1889年4月1日、町村制施行により、高座郡相原村、浅溝村、新磯村、大沢村、大野村、溝村が誕生した。この際、旧棚村は単独で、他村とは合併せずに、町村制による、棚村となった。大正時代1926年1月1日には、溝村に町制が施行され、上溝町が誕生した。昭和時代相模総合補給省の正門相模原は、東京市から近く地下の安い平坦地が広がっていたことから、1930年代後半以降、陸軍士官学校をはじめとする、陸軍施設が、相次いで移転、開設された。養蚕を主とする畑作農村から軍事都市への急速な変貌に対応するため、神奈川県が主体となって区画整理事業に着手した。1939年にまとめられた相模原都市建設区画整理事業では、当時の相原村、大野村、上溝町、大沢村にまたがる535万坪の区域に、10万人の人口を想定した壮大な都市計画が行われた。造幣商西門と上水とを結ぶ街路を縦の軸とし、これと直交する幅の広い街路を横の軸として計画的に街路が配置され、両軸となる街路の交差点付近には中央公園が計画された。区域内は住居地域345万坪、商業地域35万坪、工業地域175万坪に分けられ、推計人口10万のうち小学児童を約1万4千人弱と想定して、小学校を14校、中等学校を3校整備することとなっていた。また、中央公園をはじめとして、区域内の公園用地として、約18万坪が充てられていた。この都市計画は、若干の変更の上、1940年に内務省から公示されて事業が着手されたが、間もなく、始まった太平洋戦争により工事は停滞し、幹線街路網の整備が進んだところで廃線を迎えた。また、水道の整備も戦争末期の1945年春にはおおむね完了した。相模陸軍造兵廠は前身の相模兵器製造所が1938年に開所し、1940年に相模陸軍造兵廠と改称して成立した。本来は北側の境川を挟んで、町田街道に面した門を正門として、敷地内北部に管理機能を集中していたが、戦後に、この施設を接収して、相模総合補給廠とした、在日米軍は西門を事実上の正門として、使用している。昭和敗戦によって、軍都の建設には挫折したが、一時中断された、区画整理事業は、戦後も継続されて1950年に完了した。1960年代以降の急激な都市化の基盤となったのは、この区画整理事業で整備された街路網と水道設備であった。計画中で横の軸とされた街路は国道16号として市内を貫く幹線道路となり、縦の軸とされた街路は市役所前通りとして戦後に桜並木が整備され、市を代表する顔となっている。これに対して、南部の小田急線沿線はこの都市計画の対象区域とはならず、戦後の自然発生的な住宅の建設によって都市化が進行した。無計画に進められた宅地化によって狭く複雑な街路網を要する区域も少なくなく、軍都計画の対象となった区域とは著しい対象を見せている。相模原市の膨張や交通量の増大により、国道16号をはじめとする幹線街路での交通渋滞が目立つなど、1940年代に行われた都市計画の限界が現れてきているが、半世紀にわたって急激な都市化を支え続けてきた事実からして、軍都計画による区画整理事業の先進性が伺える。平成相模原町から市制施行へ、軍都計画の進展とともに、軍の強力な後押しもあって、相模原一帯を合併して、一大市を建設する機運が盛り上がった。その過程では、隣接する東京府町田町との合併も話題に上った。陸軍では、上鶴間の現町田陸軍病院や淵野辺の現町田憲兵隊など、相模原を原町田と一括りにすることが多かった。だが府県境を越えた合併は当時でも困難なことが多く、高座郡北部の9町村が合併の対象となった。対象地域内では、軍と計画地域を中心とする北部と、陸軍士官学校を中心とする南部の間で、意見が対立し、特に、座間町と大和村では、合併反対の意見が強かった。北部5町村と南部4町村による、別個の合併も遡上に上ったが、北部の淵野辺地区が、軍と計画地域に属する一方で、南部の上鶴間地区に、士官学校や、陸軍通信学校、陸軍病院などを抱える大野村は、村が分断されることを恐れて9町村での合併を強く望んだ。軍の強い要請によって、座間町は9町村合併の容認に傾いたが、大和村では意見の集約が間に合わず合併から離脱し、大和村を除いた8町村による合併となった。合併後の新市名として、相武台市、相武市、相模市、相模原市などが挙がった。このうち1937年に移転してきた陸軍士官学校にちなむ相武台は士官学校移転に際して、座間村が新磯村との合併を持ちかけた際、座間町への吸収となることを恐れた新磯村側が提案した故障でもある。なおこの合併は両村の意見が合わず、座間村が単独で調整を施行した。I部隊は昭和天皇から士官学校に課しされた呼称であるとして、陸軍士官学校が反対し、最終的に選ばれたのが相模原市であった。市とするにあたっては合併当時の対象地域に市街地がほとんど形成されていないことから内務省の承認が得られず、将来の発展による市制施行を期待しながら、1941年4月29日に8町村の新設合併により、高座郡相模原町が誕生した。町役場を淵野辺に置き、人口 39,718、面積 107.99 平方キロメートルで、合併当時は全国一面積の広い町であった。同年9月1日、町役場を上水に移転した。戦後に、軍の圧力がなくなると、当初から合併に消極的であった旧座間町では離脱の動きが強まり、1948年9月1日に、旧座間町の区域が分立して、座間町が再置けされた。1954年4月29日に、相模原町役場を西米新田に移転。旧座間町を除いた残りの区域で、昭和の大合併の最中の1954年11月20日に、市制を施行して、相模原市となった。すでに大規模合併を終えていた相模原市では、昭和の大合併による市域拡張は行われていない。中核市昇格から、平成の大合併へ、緑区相模湖総合事務所1994年に、地方自治法が一部改正されて、中核市制度が創設され、翌1995年の施行により、中核市の指定が始まったが、相模原市は人口要件は満たしていても、面積要件を満たさなかったため、長らく中核市指定を受けられなかった。その後、2002年の改正で、人口50万人以上の市の面積要件が削除されたため、翌2003年4月1日に中核市に指定された。なお、中核市の面積要件は2006年の改正で、人口に関わらず、全面的に撤廃された。2002年10月、津久井郡に属する全4町において、住民アンケートが実施され、4町すべてで合併に、肯定的な結果が出た。城山、津久井両町では、相模原市との合併を望む回答が多かったのに、対し、相模湖、富士の両町では、東京都八王子市との越境合併を望む回答が多かったが、八王子市は両町の打診に対し、合併特例法期限内の越境合併は困難と回答した。2002年11月、公益社団法人津久井青年会議所が中心となり、住民発議による津久井郡4町による法定合併協議会の設置を求める署名運動を実施し、有権者の50分の1を大きく上回る6418人の署名を集め、2003年1月に各町に請求した。この請求は、県内初となる複数市町村からの同一内容の発議であったが、この法定協議会設置議案を、城山、津久井両町議会が否決し、この議決により、津久井郡4町での合併は事実上消滅した。2003年7月、相模原市と4町が市町村合併に関する研究部会を設置。4町は相模原市に合併協議を申し入れた。なお、津久井地域4町の人口における年齢の比重と開発しにくい土地柄から旧相模原市民には合併のメリットは合併特例を利用した政令指定都市移行が可能になる程度でほぼ無に近かった。相模原市が2004年11月8日の11月17日に、旧市民1万人を対象にして、郵送形式で実施した、相模原市と津久井地域の合併に関する市民アンケートでは、合併の是非は、合併するべきである 15.3%、合併することもやむを得ない 30.5% で、合併するべきでない 12.3%。できれば合併するべきでない 18.8% と、合併反対は3割強であった。どちらとも言えないは 17.3% だった。小川勲市長は、津久井地域との合併をめぐり住民投票を実施せず、このアンケート調査結果をもとに、津久井郡4町との合併を推進した。2003年12月になり、藤野町が任意合併協議会への不参加を表明したことから、4町は合併協議の申し入れを撤回したが、翌2004年1月に、城山、津久井、相模湖3町が、相模原市に合併協議を申し入れ、2004年4月に、任意協議会の相模原、津久井地域合併協議会を設置した。藤野町を除く3町は、相模原市との合併を目指すこととなった。しかし城山町では、町長が合併への慎重姿勢を見せたため、津久井、相模湖両町は先行して、相模原市との飛び地合併を目指すこととなった。相模湖町では2004年11月に行われた後、市長での合併の是非を問う住民投票の結果、反対票がわずかに賛成票を上回ったが、町長は合併協議の継続を表明し、2005年2月に3市町で法定協議会の相模原市、津久井町、相模湖町合併協議会を設置した。2005年3月15日に3市町は合併協定書に調印し、各市町議会、神奈川県議会の可決、総務大臣の告示を経て、2006年3月20日に津久井町、相模湖町は相模原市に編入され、平成の大合併期における神奈川県内初の市町村合併となった。一方、藤野町では2004年6月に行われた住民投票の結果、賛成多数となったことから、2004年8月に相模原市に合併協議を申し入れ、2005年4月に相模原市と西町での法定協議会、相模原市、藤野町合併協議会を設置した。同町議会は合併に慎重姿勢であったが、2005年7月の町長選で合併推進派の町長が誕生したことで、合併協議が加速し、合併方式を相模原市への編入、合併期日を2007年3月11日として、2006年1月26日に合併協定書に調印した。その後、両市町議会、神奈川県議会の可決を経て、2006年8月7日の総務大臣告示により合併が法的に確定した。城山町も住民からの直接請求を受け、2005年4月に津久井町、相模湖町を含む枠組みでの法定協議会、相模原、津久井地域合併協議会を設置したが、城山町長は2005年6月に、議会答弁で単独調整の継続を表明し、さらに2005年7月の協議会では43対1で合併目標期日が設定されたことに反発して、協議会副会長職の辞任届を提出し、退席した。その結果、協議会は2005年11月に休止へ追い込まれ、相模原市、津久井町、相模湖町の合併に合わせて廃止された。2005年11月、城山町で合併推進を求める住民による解職請求が行われ、2006年2月19日に行われた住民投票の結果、賛成多数で町長の解職請求が成立。2006年2月26日には合併に関する住民投票で賛成票が多数となり、2006年3月19日の町長選では合併推進派の町長が当選した。2006年3月30日には、城山町長より合併協議会設置の申し入れがあり、藤野町との同時合併を目標とする合意書に、調印、両市町議会の可決を経て2006年4月12日に、相模原市と西町での法定協議会、相模原市、城山町合併協議会を設置した。任意協議会での協議結果及び他の合併協議会における協議内容を踏まえた上で迅速な議論を進めた。3回にわたる協議で協定内容がすべて整ったことから2006年6月7日に合併協定書に調印、両市町議会、神奈川県議会の可決を経て2006年11月2日の総務大臣告示により合併が法的に確定した。これにより、藤野町と城山町は2007年3月11日に、相模原市へ編入されることが確定し、紆余曲折を経た津久井郡4町との合併が完結することになった。2006年11月2日には、相模原市、城山町、藤野町の公共施設等に、新市の地図が描かれた PR 看板が設置された。キャッチフレーズは、新、相模原市誕生ともに築こう新たな未来である。相模原市、城山町合併協議会及び、相模原市、藤野町合併協議会では、新市を PR することを目的に、エコーはがきを5万枚作成し、相模原市、城山町、藤野町に所在する、郵便局で2007年2月1日に発行した。また、日本郵政公社南関東支社では、2007年3月9日から6月8日の、期間、オリジナルフレーム切手、新、相模原市誕生を、市内に所在する、郵便局で5000部販売した。さらに、相模原市では、日比野勝彦を、ビジュアルプロデューサーとして、新、相模原市新宿メガキャンペーンを2007年3月10日から3月25日の16日間、市の知名度の向上とイメージアップのため、新宿で実施した。新宿駅は、鉄道3線で、相模原市と都心との結節点であり、同駅は、乗降客数が、日本一である。政令指定都市移行へ、小川勲市長は2006年10月23日、2007年度、予算編成方針について、記者会見を行い、2007年度重点施策に、政令指定都市の調査研究として、政令市に関する調査委託が盛り込まれた。具体的には、民間のシンクタンクに調査委託するほか、他の政令指定都市を参考にしながら、市の実態や拠点としての都市機能など、具体的に研究していく見通しとして、研究結果を定期的な会議を通して、意見交換するなど、共同で検討していくと述べた。2006年12月22日には、相模原市自治会連合会が、政令指定都市への移行実現についての相模原市長への要望及び相模原市議会議長への陳情を行った。市は同日2007年度行政組織について報道提供を行い政令指定都市への移行を視野に入れた局制の導入による町内文献の推進などを表明した。2007年1月1日の施行方針及び市ウェブサイトに掲載された、小川勲相模原市長の年頭のご挨拶、新市まちづくりスタートの年には、新しい総合計画の策定に向けた取り組みとともに、政令指定都市への移行に向けた検討を進めてまいります。とのコメントがあった。同年1月24日、相模原商工会議所が、政令指定都市の実現について、の相模原市長への要望及び、相模原市議会議長への陳情を行った。市は、同年1月29日、政令指定都市移行に関する、調査費2635万円を盛り込んだ、2007年度、一般会計当初予算案を発表。目的は、市の都市形態や、機能などを、全国の自治体と比較し、自らの長所や課題を探るとした。調査は、国の外郭団体、地方自治研究機構に委託し、都市の拠点性や、商業施設の集積度、財政力といったデータを集積して、他都市と比較、検証するとした。同年1月30日、相模原市農業協同組合が、市長に対し、政令指定都市の実現に向けて取り組む、要望書を提出した。2007年1月31日、小川勲市長が、市議会3月定例会の施政方針演説で、2010年3月末までの政令指定都市移行を目指し、2007年4月1日付で、政令市推進課を新設すると正式に表明した。同年2月15日、相模原市は、市議会3月定例会で、政令指定都市への移行には、児童相談所、精神保健福祉センター、国県道維持管理等の機能を県などから引き継ぐため、少なくとも150人から170人程度の職員増が必要との見通しを明らかにした。これを受けて、松沢成文神奈川県知事は、同2007年2月15日の県議会2月定例会の所信表明演説で、相模原市長は去る1月31日に、今回の合併を契機に、平成22年3月までに、政令指定都市への移行を目指すことを表明されました。これは、自らの地域のことは、自らの意思で決定し、その財源、権限と責任も自らが持つという、地域主権の理念にかなったものであり、県といたしましても、市からの要請に応じて、実現に向け協力をしてまいります。と述べ、政令指定都市移行を支援する方針を表明した。2007年3月11日に城山町と藤野町を編入し、合併特例の政令市移行要件とみられる人口70万人を超えたため、政令指定都市の候補市になった。また、津久井町、相模湖町、城山町、藤野町を編入したことにより、横浜市に次ぐ神奈川県2位の面積となった。2007年3月8日の市議会3月定例会の本会議第8課、政令指定都市移行に関する市内3団体からの陳情が採択された。小川勲市長は、政令指定都市を目指すことを表明したものの、同2007年3月8日に、体調不良を理由とする辞職願が、助役の代読により表明され、同年3月21日に、肺炎のため逝去した。2007年4月22日の市長選挙で、合併特例法の期限内での政令市移行を目指すことを公約とし、小川から後継指名を受けていた前助役の加山俊夫が市長に選出され、翌4月23日に市長に当選、引き続き2010年3月までの政令市移行を目指すことになった。2007年5月16日、加山俊夫市長が菅義偉総務大臣と面会し、政令指定都市移行に関する理解と指導を求めた。同年5月22日、加山俊夫市長が松沢成文神奈川県知事に対し、政令指定都市移行への支援を正式に文書で要請した。翌5月23日には、市役所に政令指定都市推進本部会議を設置し、移行に向けた本格的な取り組みを開始し、2007年5月31日、加山俊夫市長が、政令指定都市移行に向けた取り組みについて、記者会見を行った。内容は、以下の通り。2007年7月26日、政令指定都市移行に関する県からの事務移管について、協議を行うため、第1回神奈川県、相模原市政令指定都市移行連絡会議が開催された。同年8月8日には、産業経済団体をはじめ、教育、文化、保健、医療、福祉、労働など、各分野からの民間団体を母体として、相模原市政令指定都市推進市民協議会を設立した。2007年9月25日、相模原市が、市議会9月定例会の政令指定都市に関する特別委員会で、行政区の区割り検討試案を明らかにした。3区制2案と4区制2案の計4案を試案し、区役所位置も想定している。2007年11月12日、県市連絡会議幹事会議が開催される。翌2008年1月28日から2月9日まで、相模原市が政令指定都市に関する市民説明会を市内26カ所で開催する。同年2月4日には、第2回県市連絡会議が、同年3月25日には、第3回県市連絡会議が、同年5月29日には、第4回県市連絡会議が開催された。2008年4月1日から21日にかけて、行政区画等審議会の委員を募集。5月31日には、行政区画等審議会の初会合が開かれた。審議会委員は、推薦委員及び学識経験者、一般公募市民の計23名。2008年9月2日、政令指定都市移行に係る県協議の状況及び財政収支の見通しについて発表。同年9月10日、第5回県市連絡会議が開催された。2008年9月19日、行政区画の編成案が決まる。各区の区域は、旧相模原市域は本庁及び出張所の単位。同年11月18日、政令指定都市以降にかかる、県市の基本協定を締結。同年12月20日には、市議会12月定例会の本会議で、相模原市の政令指定都市の実現に関する意見書を可決した。2008年10月15日から11月14日まで、区名案を募集し、同年11月25日に、第6回行政区画等審議会が開かれ、区名の候補が選定された。簡潔さ、親しみやすさなどを基準に、委員らが各区号候補を絞り込んだ。なお、橋本、津久井、大野など、特定の地名を連想させる区名は、候補から外された。2008年12月15日から2009年1月14日まで、相模原市民と市内通勤、通学者を対象に、各区号候補の区名移行調査を行った。同年1月23日に、区名移行調査の結果が明らかになり、最多得票が A 区は北区、B 区は中央区、C 区は南区であった。同年1月26日に第7回行政区画等審議会が開かれ、A 区は緑区、B 区は中央区、C 区は南区とする等審案をまとめた。A 区については、緑区と緑区の合計数が北区の投票数を上回ることや、区内に津久井湖、宮ヶ瀬湖などを有するため水源地としてふさわしい名称として選ばれた。行政区画等審議会会長は、同年2月4日、A 区を緑区、B 区を中央区、C 区を南区とする等審案を、鹿山市長へ正式に答申した。2009年2月6日の市議会臨時会で、市民団体が制定を求めていた、政令指定都市以降の是非を問う、住民投票条例案を否決。同年3月24日の県議会2月定例会の本会議で、相模原市の政令指定都市の指定に関する意見書を可決した。2009年3月31日に、県議会4会派が共同で、相模原市の政令指定都市への移行に慎重な対応を求める要望書を内閣総理大臣と総務大臣に提出した。2009年4月19日付の毎日、新聞報道で A 区の名称について、緑区ではなく、北区にするよう、A 区となる地域の住民からの陳情などが相次ぎ、A 区の名称を市町内で再検討していることが明らかとなった。同年5月2日付の毎日新聞報道で、相模原市が市民団体、相模原市政令指定都市推進市民協議会に対して補助金を支出していたことに対し住民、監査請求をしていた件について、補助金支出に裁量権の逸脱、乱用があるような事実は伺えないとして、請求を棄却したことが報道された。また、同年6月14日付の毎日、新聞報道で A 区となる地域住民から出されている A 区を北区とすることについての陳情を不採択にし、審議会の答申通り、緑区とする見通しが明らかとなった。2009年7月3日、相模原市と総務省との事前協議がまとまったため、松沢清文知事が相模原市の政令指定都市移行実現を求める要望書を佐藤勉総務大臣宛てに提出、鹿山俊夫市長などが同行した。2009年7月14日の政令指定都市推進本部会議で、行政区の名称を行政区画等審議会の答申通り、A 区は緑区、B 区は中央区、C 区は南区とすることが決定された。また、津久井地域の地域自治区設置期間の変更と、住所表記についても決まり、旧町名を冠した地域自治区の名称が住所表記から外れることになった。2009年7月17日、市民団体が相模原市の政令指定都市の指定見送りを求める署名を総務大臣宛てに提出する。原口和弘総務大臣は、同年10月2日、相模原市が2010年4月1日より、政令指定都市に移行することを市長と県知事に通知した。これを受けて、市民団体は10月5日、総務大臣の相模原市の政令指定都市移行指示に対する抗議文書を総務大臣宛てに提出する。2009年10月23日に、鳩山幸夫内閣がこの日の定例閣議で、相模原市を2010年4月1日より、政令指定都市に移行させる、閣議決定を行った。同年10月28日付、官報で、指定都市の指定に関する政令の一部を改正する、政令が公布され、政令指定都市への移行が正式に決定。同年12月21日の市議会12月定例会の本会議で、相模原市区の設置等に関する条例が可決され、区の名称、区域などが、原案通り決定された。2010年4月1日、相模原市は政令指定都市に移行した。これに伴い、市内全域において郵便番号が228から 08XX を呼び、229XXXX から252から 0XXX に変更された。市長と市議会については従来、統一地方選挙の後半日程において改選されてきたが、政令指定都市に移行したため、県知事、県議会と同じ前半日程で執り行うことになった。このため2011年の第17回統一地方選挙から、神奈川県知事、県議会、市長、市議会の選挙が同日に、投開票されるという全国的にも稀なカルテット選挙となり、市選挙管理委員会は4つの選挙に関する事務を同時にこなすという難題を背負うことになった。なお、知事、市長が任期半ばで辞職、あるいは県議会、市議会が任期半ばで解散しない限り、このカルテット選挙は今後も続くことになる。首長市政機関市議会2019年4月30日、現在県議会神奈川県議会選挙区4月29日。2019年5月25日現在、衆議院議員選挙区戦前、軍都計画の下で、軍施設が多数設置され、道路が整備された。敗戦により計画は中止されたが、軍施設は米軍に接収され、現在も相模総合補給廠やキャンプ座間、上鶴間の米軍相模原住宅地区が残っている。市南部にはかつて陸軍士官学校があり、昭和天皇の行幸を仰いだことがある。I部隊は、その際、昭和天皇によって命名された地名である。また、横浜線原町田駅と士官学校の間に整備された道路は、現在も行幸道路と呼ばれている。日米合意に基づき、2013年3月26日付をもって、陸上自衛隊の機動運用部隊である中央、即応集団司令部が、朝霞駐屯地より中、座間駐屯地が開庁した。終戦時の軍事施設相模原警察署、相模原市立博物館救急指定病院夜間、休日診療海外国内橋本地区国の都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域の指定地域である。相模原市の小売店舗数は県下で第4位。年間販売額は横須賀市を抜き、横浜市、川崎市に次いで第3位。農業明治から昭和初期にかけて、当市域では、養蚕が農家の主要な収入源として盛んに行われた。この時期の地形図では、第一条が桑畑の記号で埋め尽くされている。相模原市が発足した1954年の市域内の総園面積は、約600ヘクタール超、養蚕個数が、約2500個で、繭の生産量について、神奈川県の3分の1を占めていた。また、畑では、麦類や芋類が中心に生産されていた。しかし、都市化の進行とともに、養蚕は急速に衰退し、畑での栽培作物も野菜類と柿類に主力が移っている。一方で、東京や横浜という大消費地を控え、養豚や養鶏、酪農という畜産業も盛んに行われた。養豚は、相模原台地南部に続く旧高座軍下の他の、各町村と共に、大正期以降に盛んとなり、昭和初期に、イギリスから導入された、中ヨークシャー種の豚は、高座豚の名で広く知られた。養鶏が特に盛んになったのは1960年代以降である。朝溝台には、規模の大きな鶏舎が建てられ、1980年の市内の鶏卵生産額は31億円余りに達した。また1960年代には乳牛の飼育頭数が増え、乳業メーカーへの牛乳出荷が盛んになった。しかし都市化が進行するとともに、悪臭の発生などによって経営が困難となり、いずれも衰退している。市発足以前の1950年当時の農家戸数は総世帯数の約 40% を占める約5500戸で、うち約3000戸が専業農家であった。しかし都市化の進行とともに農家数は減少を続け、2000年には1600戸に満たず、専業農家はわずかに155戸となっている。1954年に4500ヘクタールを超えた。経営耕地面積は2000年には700ヘクタール未満にまで減少している。現在、旧相模原市域で農業が盛んに行われているのは、西部の大沢、田名、朝溝、新磯地区であり、それ以外の区域では、住宅や工場の進出が著しい。工業平らな土地が広がっているので、戦後は工場の進出が進み、内陸工業都市として、発展を続けている。1955年に工場誘致条例が制定され、工場誘致が進められ、それまでの養蚕、製紙などの手工業から、電気機械、金属製品といった組み立て加工型工業が多く見られるようになった。内陸工業都市として知られていた相模原市も、昨今では産業構造転換の煽りを受け、大型工場などの多くが廃業を余儀なくされ、大型マンションや商業地として生まれ変わりつつある。市としては製造業を引き続き重視しており、相模原産業創造センターが、相模原ロボット導入支援センターを設置などしている。商業市民ニーズに対応できる多様で、個性的な商業地を形成する目的で、橋本、相模原、相模大野各駅周辺地区が、中心商業地に、淵野辺、上溝、小田急相模原、東林間、小淵各駅周辺の地区が、地区中心商業地に位置づけられている。相模大野駅西側、小田急相模原駅東側では、現在、再開発が計画されており、一部では、事業が始まっている。また、再開発が一段落した、橋本駅北側でも、さらに超高層マンションの計画や、南側が緊急都市再生地域に指定されたことによる再開発計画が検討されている。某の相模大野新聞社放送日本最大のケーブルテレビ局である同社が合併前の旧相模原自然域と白山町の一部をサービスエリアとしていたが、現在は相模原自然域にサービスエリアを拡大した。NTT 東日本相模原ビル、相模原市では、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校及び、専修学校高等課程に在学する者を対象に、相模原市奨学金条例に基づく奨学金制度がある。なお、かつての奨学金は、返還義務のある貸与型であったが、2018年度、入学者以降の奨学金は、給付型となった。幼稚園、小学校、中学校については、各区の記事を参照されたい。橋本駅は、JR 横浜線、相模線及び京王相模原線が通る。相模大野駅は、小田急小田原線及び、江ノ島線が分岐する。JR 横浜線が通る相模原駅は、相模原市役所の最寄り駅である。中心となる駅、相模原駅主要部へのアクセス日中の東京。横浜方面への所要時間は以下の通りである。なお、朝夕の通勤時間帯には5から25分程度所要時間が余計にかかる場合もある。なお、ここでは中心市街地と認定されている地区の駅である、橋本駅と相模大野駅を取り上げる。鉄道計画橋本駅、北口バスターミナル、相模原市、コミュニティバスせせらぎ号大野北地区、コミュニティバス路線バス市内のほぼ全域を、神奈川中央交通及び、神奈中の子会社である、神奈川中央交通東、神奈川中央交通西がカバーしているが、橋本駅北口及び JR 相模原駅北口に、京王バスが、藤野駅に富士急バスが、どちらもわずかながら乗り入れている。地方公営企業としての公営交通の運行実績はなく、今後も新規の開設予定はない。自治体バスは、旧津久井町から引き継ぎ、猫屋方面循環線、やまびこ号として運行していたが、2014年4月1日付で、廃止され、同日運行開始の猫屋地区乗り合いタクシーに代替された。相模原市が運行するコミュニティバスは、橋本地区のせせらぎ号、淵野辺地区の大野北地区コミュニティバスがあり、いずれも神奈川中央交通東、橋本営業所に運行委託している。市内路線の乗車方式は、武装運賃地域の大規模制で、周辺地域と同様にほとんどが、運賃後払い、整理券方式の中乗り前振りであるが、一部に前払いの路線がある。また、市内を走る路線バスでは、非接触型 IC カードであるパスモとスイカが使用できる。2021年1月からは、市内初となる連接バスが、橋本駅南口と相模原共同病院間を結ぶ急行路線で導入された。旧市内を走るバス路線の多くは、相模大野駅、JR 相模原駅、橋本駅、淵野辺駅、上水、小田急相模原駅、田名バスターミナル、座間市内の相武台前駅をターミナルとして、それぞれの駅相互間や市内中部域などへ路線を運行して、鉄道の空白を補完している。また、北里大学病院、北里大学も各駅発着路線の交通結節点の機能を持つ。以前は、旧上溝や国立相模原病院にもターミナル機能があったが、バス路線の再編によって、ターミナルとしての役割は大幅に低下した。一方で、橋本駅、JR 相模原駅、淵野辺駅、古淵駅などからは、東京都町田市、中部及び西部や八王子市南部付近をエリアとする路線も発着しているほか、境川沿いを中心とした町田市との境界付近では、町田街道を走行する町田橋本駅、淵野辺駅などの町田駅発着路線や橋本駅、相原法政大学、大戸などの路線も利用される。都市間、バス市街への長距離路線としては、淵野辺駅から上水、田名を経て、相川町の半原へ向かう路線や、橋本駅より、八王子駅、本数は少ないものの相模原駅から、南大沢駅を抜け聖蹟桜ヶ丘駅へ抜ける、路線などが運行されている。以前は、JR 相模原駅及び上水、玄東間駅、相模大野などから本厚木駅や相川町役場へ向かう路線も運行されていたが、数次の路線再編によって、座間経由本、厚木駅の路線や相川町、役場駅の路線は廃止、1経由本厚木線は短縮されて玄東間駅からの発着となっている。緑区の旧津久井郡地域では、橋本駅より、旧城山町、津久井町への路線を数多く運行しているほか、緑区三気機に置かれた営業所ターミナルとして、相模湖駅、相川町半原、清川村、宮ヶ瀬などを結ぶ路線を運行している。また、旧藤野町域では、藤野駅からの路線が主体となる。かつては三ヶ木から、八王子駅、本厚木駅、平塚駅などへの長距離路線が運行されていた。1999年、不採算路線維持のために、津久井神奈港バスが設立され、主に三ヶ木以西の路線が移管された。2002年以降、津久井営業所管内で数次にわたる路線の再編、廃止が進み、2004年9月には、大幅な路線再編が行われた。2005年4月に、神奈川中央交通は、津久井営業所を相模原営業所に統合、及び津久井神名港バスに全面委託し、三垣操車場、城山操車所に再編している。2017年1月には、神奈川中央交通グループの乗り合いバス事業再編に伴い、委託先が津久井神名港バスから神奈川中央交通西に変更となった。高速道路、国道県道林道緑道道路計画9、相模原市域と旧津久井郡4町を結ぶ道路で、国道412及び413号線のバイパス機能も担う。圏央道のアクセス道路として建設が進められ、橋本五差路猫屋間と勝瀬橋付近ではすでに部分、供用されている。ルートは、国道16号線橋本五差路から新小倉橋を通り、圏央道相模原 IC にアクセスし、国道412号線、国道413号線と交差し、勝瀬橋を通って、中央道相模湖インターチェンジ付近に接続する予定となっている。しかし、都市計画道路城山津久井線を延長する形で、区間に組み入れられた根子や青山伊勢は、都市計画決定されていない。無料工事諏訪明神旧中村家住宅小、原宿本陣、三洋橋グリーンハウス、相模原公園と一体に整備されている。相模原朝溝公園の展望台相模湖市民、桜祭り相模川に5本のワイヤーを渡し、約1200匹の鯉のぼりが泳ぐ、泳げ鯉のぼり相模川夏季は、いずれも1976年10月19日に、神奈川県の無形民俗文化財に指定されている。サッカーバスケットボールラグビーアメフトサイクルロードレース、緑区城山地区、城山総合事務所。窪沢1丁目 3-1 津久井地区、津久井総合事務所、中野633相模湖地区、相模湖総合事務所、寄せ896藤野地区、藤野総合事務所、小渕2000中央区南区、ウィキニュースに関連記事があります。神奈川県相模原市、来年4月に、政令指定都市に移行へ。ありがとうございます。